天正当選開封の儀。こちら、サンプル百貨店から、まだサンプルかい、うん、そうなんです。サンプル百貨店から、届いたもの。デルモンテの、なんか、飲むやつだと思うんですけど、当選ってなんか通知来てたんで、ちょっとでも、いいよ。じゃん。はい。じゃん。ご当選、おめでとうございます。ありがとうございます。サンプル百貨店のしばらくずっとリンク貼ってあるんで、なんか招致コードみたいなやつ。よかったら勝手に使ってください。ちなみにサンプル百貨店の招致コードで、なんか、入ったら500円の、なんか、ポイントとか、なんか、何かしらメリットがあると思います。ちなみに私はそのメリットを利用するあれはないので、別に、宣伝といって儲けるために宣伝してるわけではございません。はい。自分がね、やろうと思った時に、誰かに紹介してもらったら、コードあったらなって思ったんだけど、だから、はい、これだ、意外と、これ最近これ流行ってるよね、これ。いっぱいも、いろいろ当たるんだけど、これ。これ。私みたいな人が増えてんのかな、流動食みたいなさ、噛むのがめんどくさいとか言ってる人が増えてんのかな。なんか、これでよ、私すごいなんかインゼリーのミネラルとかさ、あと、マルチビタミン超あれ飲むんだけど、朝と昼と大体食べる暇がなくて、で、夕方も食べる時間なくて、もう夜9時ぐらいまで食べれないとかっていう時に、結構お腹空いてどうにもならない時に、こういう、これじゃない、これ結構私、トマトあんま好きじゃないんでね、ちょっと、きついなって。人参とトマトだったら、まあトマトの方がマシかな。これ絶対人参でしょ。これ人参だもん。いや、まあでも青汁よりは、頑張るよ。鼻をこう、パクってやって、グケって飲む。そうするとお腹に届いて、一応腹持ちはいいんだよ。ニューデイズのやつで当たったやつは、これ。クエン酸。マジ、こればっかり。いやー、これ。こればっかり。こういう系ばっかり、なんか、これ、1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。まあ、1ダース。これ2個で1ダースみたいな感じ。これは、疲労軽減のクエン酸のキュートレモン。レモンもちょっと苦手だなぁ。リンゼリーは味がないんだよ、あんまり。なんかその、可もなく不可もなくっていう、そんな感じなので、まあいいや。お腹空いた時に、ぐーってお腹に落とし込むみたいな感じの食べ方をすると、口の中の味が終わった後は、お腹に腹に溜まるか溜まらないかで、まあそんな感じなんで、まあいいですわ、これ。で、いやーもうね、検証なかなかやってられんのですが、あとなんか、ここにちょっとさ、あるやつ、これ、あ、ペール缶、男梅サワーのペール缶のやつ、賞味期限の方がやべえんじゃないのって。ほら、8月13日。
わ、食べないと、タクバル。これはプリッツ。書いてない。あ、11月。フィッシュの味。おやつ珍味。やべえ、おやつ珍味。8月、早く食べないと、これ。うわ、やば、やば、やば、これ。食べないと。おつまみプリッツと、おやつカンパニーのおやつ。これ、特になんかマークないな。これ、早く食べなきゃ。やば。やば。その辺になんか箱の中に入れてると、どうにもこうにもなんかあの、存在を忘れて、賞味期限切れるっていう、そういうパターンですね。ちょ、これ。もうここにあるとなんかちょっと圧迫だな。なんか他のことできなくなるな。それでは、ちょっと、月末のハガキを、整理して、もう今、22、23とかなので、あと1週間で8月が終わるぐらいな。夏休みは、31までガチガチじゃないので、多分今週中から始まるような、そんな感じだと思うんですけど、ちょっと待って、夏休みっていつ？いつ？意外と31日までじゃないんだよ。夏休みは、ここね、藤沢とか川崎とかの学校によって違う。あ、今週じゃない、来週からですね。うちちびすけが9月に、なんか、鼻のレーザーを予定してるんで、じゃ鼻のレーザーやってからどっか行こうかなと思って、神社とか、パワースポットとか、その時は、元気なんだけど泳げないから、どっか練習とかも限界があるからどっか行こうかなみたいな。レーザーやった後釣れますなやって思うかもしれないですけど、これちょっとハガキをね、あれしていこう。見て、もうやらないものはやらないでさ、ザ・バス・キングダム。これはもうやらない。プロテインね、今ね、チビスケが、ああ、でもな、これはザ・バス最小商品は、ザ・バスの、そうだな、これが欲しいかな、B。一個だけ、チャレンジしようかな。これだけチャレンジするかな。どうする？やる？でもなんかさ、これウェブホームできないのか、3話の雪印メガミルク。3話も行きたいんだけどなかなか行けないね。あんまり追ってもしょうがない。3話のシェ・イノ・京橋。京橋っていうのは、東京の横あたり、東京駅の横あたり、京橋。お米プラスキャンペーン。これももう白漠だから無理だよ。だって白漠のさ、あ、でも9月とかでか。で、8月28日までの、もうこれはニューディーズもそんなに追っても仕方がないっていう感じね。日本ハムは終わってます。終わってねーす。あー、キッザニア、キッザニアもういいわ、いいわ、キッザニアもういいわ、キッザニアうちもう卒業。なんかもう子供がちゃんと夢が決まっちゃってるから、ちょっとなんか豆乳も今回はやらない、今回はやらない。慶応ストア、なんかジョーがさ
ケオスターの歯茎が入手できないみたいな感じで言ってたから、なんかさ、あれなんだけどさ、力にはなってあげたいなぁとは思うんだけどさ、やっぱりさ、送ってあげるとかっていうのも住所聞かなきゃいけないから、そういう絡み方はうざいんじゃないかなと思って、うん、なんかこううまいことできたらなぁと思うんだけどね。なんかメルカリの匿名なんとかとか、でもメルカリの番号すら知られたくないっていう感じの人もいるわけじゃん。だからなんか自分が持ってて、それ欲しいなって思う人がいたらなんか役に立ちたいなぁとは思うんだけど、どうにもできねえなぁっていう歯がゆさですね。これも8月31日まで。ちょっと、コカ・コーラ最後、相鉄ローゼンで、ディズニーリゾートパークチケット。これよりも私はあっちの方が、もうこう、あとでね、もうちょっとしかないっていう時に、いっぱい持ってても、応募できないからさ。はがきもどんどんなんかの入れ替えていかないとダメなんだよね。整理をしていかないと。ちょっと今日まだ時間がね、あんまり、毎日毎日時間ない時間ないってお前うぜえわって思うかもしれないけど、これは相鉄ローゼン、相鉄ローゼンはまあまあ検証あります。まあ、それでも何件か回ってみないことにはあれなんだけどさ、今日コメントで除湿機のジャパネットの除湿機いいですかっていうコメントが入ったんですけど、あの最悪って答えてる。だって本当そうなんだもん。これミツカンのさ、ウェルカムポイント1000ポイントいらねえよ、いらねえよ。商品券1000円分も山崎ビスケットだったら、あっちのいらねえよ、いらねえやつは捨てとこ。これはウェブで応募できるんですよ、稲毛アート。層が美味しくない、実は層が美味しくない。あの同じように思ってる方います？層が美味しくない。あとは稲毛屋ファーム、あーこれね、ちょっともう一回ぐらい、もう一枚しか応募してないんで、もう、あーでも稲毛屋ファームに行きたいですかって人は別に行きたくないからいいか。これもちょっともうなんか、あの、稲毛屋5000円1週間チャレンジ、あやるかな。リコピンスマイルはいいかな。いいか。エバラのタフマルとかはいらねえか。まあこっちがあるから。うん。ちょっと歯茎一枚一種類ずつなんかのつっとくっていう感じで。いやまあこの、これは、ウェルカムポイント5000くらいだったらね、いいんですけど。あとね、ウキウキ待機分キャンペーン、こちらの、ウキウキ待機分キャンペーン、こちらの、もうちょっと大きくする画面。ウキウキ待機分キャンペーンはね、鶏肉が欲しくない。こいつうぜいな。こいつがうぜいから。あんまり鶏肉が欲しくない。なんか、だから、シチューみたいな感じで、ガラガラ煮込む系のやつ。私こういうなんかタイカレーとかグリーンカレーとかあんま好きじゃないんだよ。でも商品、当選した商品はレストランなんだよね。いやでもこっちのボディースクラブ、いやでもさ、タイのボディースクラブそんなに高くなさそうなんだよな。だからもう応募しない。あのちなみにこれね、キャンペーン事務局に問い合わせ出ましたところですね、半額になってたの、私がちょうど見に行った時は、この鶏肉が。そしたら半額が、この対象金額になるように買ってください、言われた。
だから300円以上だったら、まあもともと300円のやつが半額になったら、ね、2個買って、300円にするようにして、やってください言われました。わかんないときはね、電話してきた方がね、いいと思うよ。ライオンオーラル、ライオンオーラル、稲毛やリコピンはいらねえな、稲毛や藤子、稲毛や藤子、ローゼンもこれはいらん。ハーゲンダッツも3個買わなきゃいけないんだけど、ハーゲンダッツ券で使ってもいいのかな。そうすると2000円いかないよな、なんかよくわかんないな、あの券。これ道遊びだ、コースター、これジャニオタの人があれなのかな。私ジャニオタでも何でもないね。はい、こちら夏のプレゼントキャンペーン、キューピーコアドリンク。あ、これね、これが新発売。なんか商品のことがさ、その、あれはリアルサンプリングじゃなくて、ドラッグストアショーに行くと、あー、なるほど、なるほど、みたいな。直接聞いたのよ。こちらのキュウイが新発売とか、とかって聞いたら、あ、だからこういう風な感じなんだ、みたいな感じになる。ちょっとなんか、見聞が広まると、あ、なるほど、みたいな感じで、ちょっといいかも。やっぱりね、YouTube とか、ブログとかやってる人は、じゃあなんか表に出てって、情報をちょっとでも収集していかこないと、やっぱ自分から発信するのきついですよ。家の中にいて。まあ家の中で検証だからさ、私のやってる検証は、スーパーのハガキを入手してこないとどうにもならない検証をシュートしてやってるんで、まあ、外に行くからあれなんだけどさ、ずっと家にいて、なんか、出せ、アウトプットしせよって言ってもなかなかね、難しいんだよ。引きこもってる人のね、話聞いてもね、あんま意味ないじゃんみたいな。まあ情報っていうのは別に家にいてネットとかスマホとかでも集まるっちゃ集まるんだけど、でもさ、やっぱ経験があるのとないのと。あと私はなんかたまたま最近ちょっとね、配信サイトのやつ、ふわっちとかツイキャスとかああいうのがあって、あれさ、ずっとコメント読んでるだけでさ、時間がさ、3時間、4時間ぐらいさ、やってればさ、まあまあお金が稼げるみたいな感じで、あれ楽でいいなとか思ったんだけど、あれはね、トーク力がない人がやるやつなんだって。ちょうどなんか立花党首、元党首、その立ち位置がわかんないけど、あの人頭いいわ、やっぱり。ちょっと4年前とかの動画で解説してましたわ。あれを見たときに、なんかトーク力がない、あんまりなんかこう経験値がない、そういう人たちがライブ配信みたいなのやって、で運営会社が広告費を使う、広告費を外で広告つけるとむっちゃ金かかるんで、そのなんか広告費の分を爆投げしみたいな感じでちょっと勘違いさせて、その配信になんか爆投げしがいると、あ、自分もみたいな感じになってさ、お金投げたりとかする、そういうなんかビジネスモデルだって言ってました。うまく噛み砕いて説明はできないんだけど、なんかね、その人に、あ、興味があるなと思ったら、その人の配信毎日なんとなく見るようになって、その人が名前かなんかをちょっとコメントかなんかで名前かなんか呼んでて、誰かが投げてると自分もっていう気分になってくるんだよ、これ不思議と。で、私、こういうなんかなんていうのかな、SNS とかのライブなんちゃらとかでさ、お金を投げるの、すごいなんか抵抗あるんで、私も、ガチャガチャとかさ、なんかジュースとか、そういう自販機とか、そういうやつとかにお金入れて買うっていうのも抵抗があるぐらいなんで、なんか実態のわかんない、でもスパチャ投げたことあるんですよ、私。自分がもらったのも何人かいて、もらったらね、返すっていうのがあるから、なんか返さないで儲かってる人ってそんなにいないんだよ。か、YouTube のさ、3年、4年ぐらい前にさ、コロナの時にね、自分が始めた時に、収益化を頑張りましょうとかなんとか言ってた奴らいたんですけど、相互登録、相互フォローとか、相互スパチャ投げとかでさ、自滅してってやついっぱいいたよ。マジに。あ、バカじゃんって思ったもん。私はその相互の、登録とか、フォローとか、
いいねとかコメントぐらいだったらまず付き合いられるけど、付き合えるけどさ、あのスパチャ、相互スパチャまではちょっと付き合えないから、なんだこいつみたいな感じでもう、あの、付き合い切ったんだけどね。あんなの意味ないよ。だってさ、あの、中でお金抜く人がいっぱいいるわけじゃん。まず、あの、キャリアかな、なんか、まあ私が投げるとしたら iPhone なんで Apple にお金が行って、で、Apple が引いて Google に行って、Google から本人のところに行くまでは多分6、4ぐらいで4割ぐらいしか入らないような感じになってると思うんだよね。だったらまんまんその人にお金渡した方がいいじゃんみたいな感じの、なんかその、うん、感覚っていうかな、なんかなんだかなみたいな。ひろゆきとかさ、なんかあもらうだけの人みたいな。まああとはね、私自体がババアじゃん。おばちゃんってこういうのね、課金しない人が多いんで、私がいくらその、あの、真似したところでですね、お金もらえるわけがないのよ。視聴者が大体さ、おばちゃんなんだから。おばちゃん投げない。私、お金あるなしとか、そんなの関係なく、やっぱりなんか投げないのよ。うん。多分お金は持ってる方だと思うけど、投げないのよ。まあ、やり方わかんないっていう人もいるし、やり方分かってても、これが無駄だと思うから投げないとかさ、そういう、あの、世代だから。さっきからこう、勝手に、これ石井のハンバーグ、これちょっと地域と旬を味わう興味があるんだけどさ、商品がないのよ。うん。で、スーパーアルプスのやつも9月3日までなんだけど、アクアリウム美術館ペア招待。はっきり言って私これ行ったことございますが、入場チケット高いんですよ。もう一回行きたいですかって言われたら、ちょっともう行きたくないんで、もし狙うとしたら B ですね。ハードルが低いんで、去年よりも全然ハードル低いです。伊藤園を一品含む400円になってるんで、まあ、ただ、検証としてはですね、ずっとそのメーカーの検証ずっと続けてやってるよりも、興味がない商品の時は、スルーするっていうのも、まあ、お休みして、次の時に当たるっていう方が、いらんもので、当選の実績をつけちゃって、ロックされるよりもっていうところはあるんですよ。言ってることわかりますかね？まあ、ある程度、あの、いつ、毎度おなじみの人にさ、毎回同じ話してもしょうがないからさ、うん、ある程度わかるよねの体でちょっと言いますけど、うん、あとこれは、まだハガキ見つけた時には、まだこの対象の心身、これ何？あなたに上心、漬物、うん。あんま私漬物食べないんだよね。あと何これ？ JA 新潟。はがきかスマートフォンで。あとさ、なんか最近あるやつで、これも、もうスーパーアルプスにこのはがきないよ。整理してる時に出てきたから、入手したやつ。もう私がよく行くスーパーアルプスなんか荒らされちゃってないからさ、いろんなスーパーアルプスに行って、はがきを貯めて、で月末だから今整理してるっていう状況でございます。はい、何店舗行ったかな、3店舗スーパーアルプスだけでも私3店舗ぐらい、4店舗か、4店舗行ってこれ集めてきたやつで、月末だからもうこれ整理してるっていう、そんな感じなので、1店舗に行ってゲットしたわけではございません。スーパーもし行くときはですね、1店舗で、あればいいんだけど、だいたい1店舗でないんだよ。うん。で、結構ね、いろんな店舗行くとね、店の特徴とかがあって面白かったりしますよ。で、今、飲み物がないからさ、飲み物、ああ、そうか。でも、サントリーのこれあんまり好きじゃないんだよな、私。一番好きなのは、多いお茶。かな、多いお茶の、多いお茶をもくそいっぱい買ってキャンペーンのさ、対象ですみたいなキャンペーンないかな。多いお茶をもくそいっぱい買って、
ああとコカ・コーラ。あ、コカ・コーラそんな好きじゃないんだよな。これはキャンプグッズ。ああ、キャンプテント出なきゃいけないんで私。買ってないわ。これ多分マックスバリューとかイオンです。で、私イオン行かないんでマックスバリューです。はい。もうこれもね、このチョコレート自体も買わないかもしれない。今、クリエイティスティ。あー、でもこのね、ほんとマジ、層まずいんだよ。層がまずい。私、質問、コメントで質問いただいたらですね、誰にも忖度してないんで、私、これでさ、いろいろ商品を紹介してるっぽい感じで、ちょっとなんかステマやってるっぽく見えるかもしれないけど、これ自分で勝手にさ、そこにある商品を、当たったやつとかを勝手になんか紹介してるだけなんで、これなんもね、企業との癒着とかないんで、ブログとかでさ、やっぱこういうのいただいて、サンプルとかで、レビューとか口コミとかをブログに書くとかの人は、悪口書けないのよ、思ってることを。そういうのが嫌なんで、まあ、例えば、ジャパネット高田のやつ、YouTube で私取り上げて、アップしてね、カタログでこうやって見ながら。で、聞かれましたよ。アイリス大山の除湿機どうですかと。私、うちすごいなんか除湿にこだわってるタイプなので、ハイブリッド除湿機とか3台とか持っててさ、あれ全然壊れないんだよ。全然壊れないからさ、捨てるタイミングとかもちょっとあれで、でも中身ちょっともうカビてんじゃねえのみたいな。7年ぐらい使ってたら、だから新しくアイリス大山の除湿機買いたかったのよ。で、買ってさ、捨てたのよ。ハイブリッド除湿機1台。入れ替えでこう、やらないと、うちみたいな庶民の家はさ、物だらけになって置くスペースがなくなっちゃうから、買ったから捨てたのに、アイリス大山の除湿機速攻ぶっ壊れたの。除湿機ってすっごいなんか電力も食うし、結構長い長時間ずっと稼働するわけですよ。だからね、ぶっ壊れたりとかすると本当に熱持ったりとかするし、ぶっ壊れるとただのゴミだからね、マジに。速攻ぶっ壊れて半年持たなかったような気がする。だからもう そろそろ1年そのまま放置してる、ぶっ壊れたやつ。もう何だったんだろうみたいな。アイリス大山ね、いいのと悪いのとあるんで、なんか、やっぱりパナソニック、なんでパナソニック推しか、松下だからレジェンド松下のファンだから、とかの方がやっぱり メーカーっていうのは日本のさ、買おうかな。でもバーモントカレーとかもういらないんだよな。ウェルカムポイント1000ポイントじゃいらねえ。あ、どれって、あ、これもういらねえ。これ当たるんだけど、ハウスは他でキャンペーンやってて、今私バカみたいにハウスはフルーチェ買ってんだよ。フルーチェにしてる、どんどん捨ててんのは三ツ矢サイダーとかさ、もうやらないやつ。言うにも値しねえかなみたいな。藤子の昆布なんか食べないしさ、その昆布。昆布食べないからさ、もう捨てだよ。あ、これ。これでさ、そうか、これでお茶買ってこようかな。でも、綾鷹のあまり、なんかね、抹茶っぽいくて、カフェインが強いんだよね。サントリーのやつと、綾鷹は抹茶好き。強いからちょっときついんだけど、でも飲み物がないとさ、やっぱお茶ないときついんでさ、しょうがねえな。これ買っちゃおうかな。またユニバーサルスタジオジャパンで特別な体験をっていうので、あやたかで勝負しようかな。コカ・コーラの検証について、私むちゃくちゃ当たるのよ。しかもこっちのいい方の商品がカタログギフトとか尋常じゃない高いやつとか当たってんのよ。でコカ・コーラのやつ、純金プレートのやつとかが当たったりとかしてて、私だからこのいい方のコカ・コーラ当たったりとか、この体験型とかのやつも結構高い金額のやつ当たったりとかしてて、もうコカ・コーラはチケットとか転売できないようにすごい措置取ってるんで、検証とかもそうです。大体その転売できないように
やっちゃってるもんで、身分証明を必要とするみたいな、こういうなんか特別な、なんかイベントとかいうところに、なんか身分証をとかっていうのをね、結構早くからコカ・コーラ言ってきてるんですよ。で、本当に、チケットの転売とか、コカ・コーラって、宇多田ヒカルのライブとかから始まってですね、エグザイルとか、クラキマイ、宇多田ヒカル、エグザイルとか、プレミアが、こう、ばーつく、ライブのチケットとか、あれなんですね。もう、宇多田ヒカルの時ぐらいから、身分証を持ってこないとダメです、みたいな感じになってて、結構その、歴史が、身分証を持ってこい歴史が長いから、もう、これはね、本名じゃないとっていうところはあるんですよ。残念ながら。だから、正幸とかでやっても、当たったの、正幸いないのに正幸でやってちゃうと、また、例えば、純金プレートとかなんかは、自分の名前、その当たった名前、本名でしょみたいな手で来るんで、で、自分の、なんか顔写真の提出とかしてね、ID とかね、なんかすんごい厳重でしたよ。だから、当選品をお見せするのはできないんだけど、あれ、私の顔じゃなくて、うちのちびすけの名前で応募して、ちびすけの純金プレート、なんか顔写真入りのやつで、純金プレートが当たったやつとかあったんですけど、あれもなんかその名前じゃないと、当選者の名前じゃないと登録できないとか、そういうのでしたよ。だから、コカ・コーラの場合の、商品によっては、別に検証ネームでいけちゃうなっていうのと、あ、ちょっとこれ無理だわ、みたいな。今回の多分この、なんか特別メニューの鑑賞とか、こういうのがあるときは、無難にいる人物の名前書いた方がいいですよ。もし、そのいる人物の名前がちょっと嫌だったりとかしたんで、フルネームやっぱりそれでも嫌だなとかって考えたりとかするんだったら、例えばですね、鈴木恵子だったりしたら、鈴木 K で止めとくっていうね。K で止めてめぐみって書いとくとかぐらいだったら、子って言ったらなんかのミスかな的な感じで、なんとなくなんか言い訳で逃れられる系の感じではあるんだよ。身分証をって言った時に、鈴木恵子の身分証出して、アウトとかまでにはならないので、その辺がなんかこう、ボーダーですね。一文字ごまかすぐらいな、一文字消すとか、それくらいだったら、強要、身分証のチェックもそこまで、まだ、10年ぐらいで、まだそこまでなんか厳格になんかこう、もう、厳密に厳格になってるわけではないので、これからもうどんどんなんかのきつくなってくると思う。顔認証とか、あとはその指紋認証とか、そういうのって個人情報とセキュリティとの兼ね合いがうまく合致したら、もう福山雅治は悩まなくて済むと思う。でもさ、その転売でさ、でしか生きていけない人もいるからさ、ただなんかその深く考えると、自分がすごい苦労して転売の商品を買ってやってるないところがやっぱりなんか問題になるわけでしょ。なんかホームレスみたいな、お暇というかお時間が余ってる方に並ばせたり行かせたりとかして、それで本当のファンの方が当たらなくなっちゃうとか、そういうのが問題にされてるんでしょうね。自分が努力して転売するには、自分の努力した部分を表の商売っていうのでいいんじゃねえのかなとも思ったりするんだけど、いろいろ考えはあるんで。人気キャンプグッズはで、これももういいかな。なんせチキンラーメン嫌いなんだよ。牛乳はいいんだけどさ、明治の。9月30日までだから、まだちょっとこれ持っとくか。チョコモナカジャンボ。チョコモナカジャンボは、
これの時に、このキャンペーンの時にコツ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 買っとくのとか、1000円商品券なんてはっきり言って各社でやってるんだけど、いらねえんですよ。でも、チョコモナカジャンボとバニラモナカジャンボのバーコードを貯めとくと、関ジャニのクオカードとか当たる年に1回のやつに、の時に、そのキャンペーンが来た時にさ、わざわざ買うってなると、全然たまらないから、勝負できるほどのさ、あれがたまらないからさ、こういう時にコツ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 買って、貯めとく、バーコードをね。で、私はアイスあんまり好きじゃなくて、まあ、このところずっとなんかお腹の調子が悪いんだよ、私。お腹の調子がずっとね、よろしくなくて。なんかさ、家族ライン来るときに、返事するときに、いつも便所だねって。みんな写真で送ってくるからさ、みんなっていうか、うちの家族、黒子とかちびすけとか写真送ってくるから、なうみたいな感じで。だから私もさ、悔しいからさ、なうって言って写真送るんだよ、便所の中で。便所の塔。で、便所のところに、スマホでさ、置いてさ、YouTube 見てるやつ、こういうの立てかけて、なうって言ってやると、お前いつも便所だなって言われるんだよ。悪いか、腹の調子が悪いんだよって、体調悪いんだよ、大丈夫とかじゃなくて、いつも便所だなって、いつも便所なんだよ。で、体調悪いんだよ、お腹の調子が。あれ、マルエツ、ああもうホットプレートか、もうエバラもいらないんだもんね。山崎、やべえ、もう山崎は20日でマークの配布がなくなりまして、消化試合で31日までです。私はもう山パンは、まああんま買わないで、もうあんま勝負しないようにしてます。ポールにはもうちょっと前にハズキが欲しかったな。ああ、ニューデイズね。ニューデイズもいろんな、ちなみにこの稲城屋山台共同企画のやつ、これ割と商品のバリエーションいっぱい置いてあるの、ヤオコに置いてあるって聞きましたわ。ヤオコ、ぜひいろんなの買いたい人がいたらですね、ヤオコに行ってみるといろんなのがあるらしいです。ただこのパッケージね、もうパッケージすっごいなんかまがいものが多いので、まがいものっていうか、だから八王子ラーメンとかさ、八王子ラーメンはあれはなんか日清でしょ？で、その辺ちゃんと見ないと、このニュータッチって書いてあるやつで、まあこのご当地みたいなやつで京都とかね、いろいろ出てるんだけど、間違えないようにしてください。そこを注意。大事だよ。マルエツの、これ10月10日までだから、ちょっとこれまだだね。ニュータッチのもういいぞ。いらねえよ。いらねえよ。藤子もいらねえよ。パリオリンピックやらないよ。ダリアもやらないよ。自分で髪の毛染めるのは全く、一回モニターでやったことあるかな。基本的に自分で髪の毛染めたくないよ。うまくいかないから。ご当急走。これはもういいわ、ラーメン食わね。これか、社長が。これちょっとスマートウォッチ、私は欲しいなと思いました。ゲームは、基本的にゲーム、やらないんだったらそのまんまやらないで生きてた方がいいよ。マジに。これか、どんどん目がね、ほんとなんか目がなんかしょぼしょぼしてきて、老眼とかさ、そういうのでさ、目使ってさ、たかがゲームでさ、たかがゲームって、ゲームが大好きな人に言うのは本当に申し訳ないんですけど、たかがゲームで視力とかさ、いろんな体調の不具合になるとさ、いやもう
もう子供の頃からゲーム好きなんだよっていう人、ゲームに捧げてる人だったらいいけどさ、別にそれやらなくても生きてこれたさ、人がさ、今さらゲームにさ、ハマるっていうのはもったいないと思うんだよ。時間がさ、無駄だからさ、ゲームって。私ゲームをやらないから、いろんなことができたりとかして、まあその分、って感じはあるんで。これ日曜日、緊張感ないけど、私、ちびすけと一緒に行動してるからさ、あいつが全部なんか食われる役になって、持ち回りで、私全然食われなくて、カニ。なんか、うん、いいんだよ。なんかリアル、生贄みたいな。サントリー KO。あ、これなんか女王が見つかんないって言ってたから、バーコードに QR ってドゥーって。もうちょっとで、ちょっとこれもう、時間が。あとこれ V マーク。検証のさ、はがきを整理しながら、これ、いります?今回なんかしょぼくないこれ。山だと思う、今回の。ね。でもここまでたまってんだよな、毎回。ライオンズ。ああ、これか。でもな、ベルク商品券。ドリンクを含む1000円以上のレシートで。ああ、ベルクで。おい、お茶買いまくって。あのね、伊藤園の検証って、意外と、感情無用だって言ってるんだけど、対象商品伊藤園オンリーでレシートにすると当たる率高いですよ。なんか知らないけど。見てんのかよって思うもん。うん。もう気のせいかもしれないんだけどね。私、検証感情無用で抽選とかって基本的にAI で、PC でのシステムでやってると思ってるんですけど、ただね、私は、伊藤園とかは、激しく買うタイプじゃん。激しく買うタイプだって、その商品が好きなんだよ、単純に。だから、オール伊藤園でさ、買うこと結構多いんですよ。検証なくても伊藤園みたいな、選んじゃうぐらい伊藤園だからさ。だから、ホールで行った方が当たるんじゃねえのっていうのは正直なところ考えますね。で、あとコカ・コーラの検証とかも、ゼロ好きなんだよ、うちの黒子さんが。晩酌しない代わりにゼロ飲むんだよ、1日1本。だから、1ヶ月でさ、1ケース飲むぐらいの感じじゃん。だからね、買うんだよ、コカ・コーラゼロを。コカ・コーラゼロで勝負するわけ。だから当たんのかなっていうのもあったりするんで、これね、一品を含むとか書いてあるやつを、じゃあもう当たんねえよ、マジ当たんねえよ、ガンガン当たんねえよとかって思ってる人は、ちょっと変えてみる、やり方変えてみるといいかもしれない。感情無用だから、お金そんないっぱい使わなくても効果的に応募せえとも言うんだけど、応募した方がいいよとかっていうことも私は言ってるんだけど、でも当たってるわ私って思う中で、結構その対象商品一品を含むなのに全部対象商品で、なんか買ってレシートで応募して当たるっていうのも否めないなっていうところあるんで、もうだって社長はさ、私コカ・コーラ全然相性悪いんですって言われたら、じゃあ私の相性のいい理由ってなんだろうって、もうそれしか思いつかない。単純にコカ・コーラ、何コカ・コーラが好きな人って何、コーラっていうのか、コーラっていうのか分かんないけど、うちの私が飲んでんじゃねえんだよ、赤い真っ赤なコーラを私が寝ながらケツかきながら飲んでるわけじゃないの。うちのコーラはうちの黒子なの。あいつがゼロを飲むの、マジに。
うちのちびすけは炭酸全く飲まないから、あいつ。この間もだから、マックでさ、買ったのに、ちょっとこれ映えるからっつって、買ったの。確かになんか、いいな、映え、YouTuber として、私なんか YouTuber っつっていいのかどうかわかんないけど、まあでも一応収益が発生してさ、収益をいただいてる以上は、YouTuber っつってもいいんじゃねえのって思うんだよね。うん。YouTuber バーでも、YouTuber でも。そこまでたどり着く人がいないんだからね。でも、しつこいんだから私は、ずっと、何年これ続けてる？もうそんななんかさ、月1万ぐらいのさ、あれでさ、こんだけ頑張ってる人ってなかなかいないと思うの。私は、ガチに、なんだ、印税とか著作権とかさ、そういう系でさ、なんかこういう、YouTuber 系のクリエイトなクリエイター的な仕事をやってるわけじゃん。で、あの時代にさ、YouTube とかをやり始めて、なんかもう、なんだろう、財産動画を、なんかもう、不労所得を、なんか作りましょうみたいな感じで、なんか、夢をさ、すげえ膨らましてた人っているんだけど、そんなことないよ。もうね、なんかもう大ヒットみたいななんかやつ、すっごいね、いつまで経っても、その動画とかその音楽が聴きたいとか歌いたいとかっていう名作とか名ヒットとか、そんなのって、本当に、いっぱい、世の中に作品が出てる中で、一握りしかなく、その一握りの中でもそこまでなんかずっと長年愛される、誰もが毎年、劣化しないで見れるとかっていう作品ってそんなに生まれるもんじゃないんだよ。YouTube なんかずっとやってても、財産動画なんて、全くと言っていいほど素人だったら無理だよ。私なんかは、昔の解説とかって言って、立花投手が4年前にアップしたやつを見て、あ、この時にこうやって解説してるんだっていうので、先行ってる人のやつは見て、ああ、なるほど、参考になるみたいなことはあるけど、一般人のダラダラした動画なんてね、見返してもらうことなんか絶対ないんで、本当になんか1万円を稼ぎたいですって言ったら、ずーっとハイペースで、続けていかないとダメですよ。ハイペースでどれくらいのペースかって言ったら、私の再生数で私のこの毎日しつこく雨の日も、風の日もさ、ガラガラ声でやってんじゃん、私。今なんか腹がさ、シクシクしながらもさ、喋ってるわけよ。ダラダラと毎日しつこく1時間。時にはさ、夜とかにニューンってショートが出たりとか、変化球もたまに投げんだよ。ずっと、固定して、安定して7時にアップしますっていうので、安定的なことも必要なんだけど、たまにこう変化球も必要なんだよ。それが単純に間に合わないとかっていう事情かもしれないんだけど、一応、心得てて、もし、そういうので、なんかもう人間ってこう毎日7時ですって言ったらもう7時なんだなって、わかりましたって安定を好む人もいるけど、変化球もね、欲しいっていう人も中にはいるんだよ。あ、それもないけど、あ、ないよ、もう、あれするなって。おい、かわいい。こいつ、なんか時間通りにない時もあるんだ。あ、そうするともう登録してさ、なんか通知もらわないと見逃しちまうよ、みたいな。そういうのも必要なんですよ。だから500回ライブとか、たまにごくまれにライブとかやったとしたら、もう500回再生したらもうこれはもう公開、プレミア公開になります。自分のメンバーに入った人しか見れませんとか、そういう何かがないと、あーやな、そんなもんやな、明日見ればいいや、来週見ればいいやとかってさ、する人とかもいるからさ、ちょっと変化球も必要だぞっていうさ、いろんなことがね、分かってないバカはね、何やってもダメだよ、バカは。マジに。今、あれから3年ちょっと経って、まあ、悲しいことにね、左右と健太が亡くなって、ああ、時代を感じたよ、マジに。私なんか全然なんかこう、私が変わったっつったら、やっぱりあれ、劣化だな、体力がなくなったとか、ぐらいかな。
自分は、なんかこう、劣化してる感じ。で、さゆとけんたは普通に自然にっていうかなんかまあ、寿命で、短命なんで、ハリネズミは。で、亡くなって、ちびすけは割と成長して、あ、でっかくなったなと思って、この間、なんか、まじまじとさ、熱血母さんをやってるわけよ。プールサイドって、あいつが泳いでるところ、俺なんか、イルカの指導員みたいに、もう一回泳いでこい、みたいな感じでやったんだけど、あいつ体がちょっとでかくなって、泳ぎの速度とかも速くなってきて、みたいな、って。だって、日本新記録みたいな、塩浦新里の日本新記録の自由形が22秒とか21秒とか。まあ、20秒まだ出てないと思うんだけど、自由形ってね、一番速く泳ぐやつ、泳ぐやつで一番速いのは自由形なんだけど、それが21とか20とか、まだ20秒なんとかっていうのはな、そうなんですけど、21とかそれくらいなんですよ。もう20秒台で泳げるようになってるからね、マジに。それ後半 まだ後半の方、後半の方なんですけど、でも、一応20秒台で泳いでるからさ、あーって、成長したなーみたいな。まあ、あとはだからもう、いろいろ、細かいところを、突き詰めて頑張っていかな。より、なんかこう、細部にわたって、ある程度のこう、ところまでは、普通に、頑張るぐらいでなんとかなるけど、あとの、この、先とかは、日々の食生活とか、睡眠とか、あとは、水着の、種類とか値段とか、あれも多分水着高いんだよ、あと帽子の一つでも変わるらしいんだよ、タイムが。マジに？って普通に水泳で被ってるあれじゃなくてさ、ゴムのさ、カクッツッツするやつ、高いやつね。あれをつけるとちょっと違うとかさ、この間水着、なんか水着でさ、4万とかさ、まあ、ありえるかみたいな。やっぱその高い水着、しかも、使い、何回も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 使えないんだよ。あれは何回か使ったらもう、また抵抗とかさ、ちょっとしたズレとか、なんとかとかって、道具も大事になってきたりとかするんだよ。その道具も大事にの、土台まで来るところまでが意外と大変だったんですけど、まあ大変だなと。とにかく大変だよ。なんかもう水泳って人口が多いからさ、まず誰でもやるじゃん。大体ベビースイミングとか、ちょっと健康のためにとか言って多いんですよ。子供の中で生まれてね、こう小学校とかになる中で一番人が習う、人がっていうか子供が習う習い事の第1位が水泳なんですよ。東大生の習い事しました経験の第1位も水泳なんですよ。でもそれくらい手軽で、まあ、なんでやらせるのかよくわかんない。みんなが入江陵介が好きでとか思ってやらせてるのかどうかわかんないけど、うちはもうハイペースだったよ。もう、首が座らないとベビースイミング無理ですって言われたら首座った瞬間にもう行ってたぐらいの感じだからね。3か、だから100日ぐらいから水泳を始め、そのベビースイミングも週3回だと週3回マックスで、行ってて、でも早い時期から毎日スイミングだったりとかしてたんで、で、あとはなんか、恩師の先生には、コーチには、お金倍出すんで、2回やらせてくれ、みたいなこと言って、バカなこと。そんな水の中ずっと使ってりゃいいってもんでもないんだよ。なんか言われたけど、いや、お願いします。私ね、1時間で迎えに来るの大変なんですよ、で、2コマやらせたりとかいろんなことをして、あいつはとにかく陸上よりも水経歴長いよ。普通のチビよりも。だってさ、なんか選手とかでさ、僕は小学校から水泳をやって、こうやってとかいう選手の人とかいるけど、まあ、萩野選手は割と、ベビースイミングって言ってたかな？なんかまあ、割と小さい時から水泳をやってっていう人いるけどさ、首座った瞬間にっていうやつはあいつぐらいしかいないと思うんだよな。
100日だよ。100日はちょっと無理だって。まあ、だから1歳の前ぐらい。まあ、半年ぐらいから、早い人で半年だと思うのよ。早い、やり始めるの早い人で半年だと思うんだけど、そこをさ、100日だから、あいつ。しかも、もうプールとか、もう、個人で結構行きまくってたから。もうそのためにマジにおむつ外しとかむちゃくちゃ頑張ったしね。おむつが外れてない子はダメですとかって言われたんだけど、時代的にさ、おむつなんだけど水泳のおむつパンツみたいなやつが発売された時期でもあったんですよね。うん、俺知ってればいいでしょみたいな時とかもあったりとかして。で、なんか、いろいろあったわ。今考えると。小学校3年生ぐらいまではとりあえずなんかの近くにいないとダメですとか言われるからさ、私は全然泳げないのに近くにいなきゃダメでも、そのルール、何年のチビは溺れて亡くなるとかして思っちゃうかは、なんでだろうな、みたいな。その栄力とかさ、経験値とかさ、あんじゃん。もし溺れるとしたら私の方が溺れるよみたいな感じで思ったんですけど、うん、なんかね、謎ルールだよ。もう、栄力がある人は、親いなくても、OK ぐらいにしていただかないとですね、小学校5年生、あ、今6年か。6年でも、一回も泳いだことなくて、親がいなかったら絶対さ、危険っていう人もいれば、子もいれば、親がいた方が、親がやべえんだよ、みたいな。親の方が危険なんだよ、もう。なんか、もう。だって今だったらさ、お腹壊してたりとかすんじゃん。そしたらプールに入ってさ、プハッとかやったら、もう危険極まりないでしょ？水全特解するんですか？みたいな、もう感じじゃん。すごいなんか重要なさ、試合の前とかにさ、この腹が痛いとかっていう、この私は不甲斐なさすぎてどうにもならないんですけど、私意外となんか本番に弱いタイプだからさ、ダメなんだよ。なんかでも。黒子に提出する方がいいのよ。黒子っていうのは、その誰かがいて、そのスターを陰ながら支える、陰の立役者みたいなポジションじゃないと、自分が主役だとさ、確実に体調悪くしてさ、もうその日朝から寝込んでるみたいな、そういう状態の人だからさ、無理なんだよ、マジに。ああ、もうその辺をなんか、自分を理解するまでには、結構、普通の人だったら、誰もが主役やりたいと思うでしょ？でも私はなんかもうそれもう向いてねえなっていうのはもう割と幼少期からそう思ったからさ、なんかしらなんかいい成績を出してて、はい、あなた選手にしますとかって言ったとしても、絶対その日、前日から体調悪くなるっていうのは、絶対何かしらこうあるんだよ、みたいな。なんかライブやりますよ。あなたのライブです。あなたが主役です、みたいな感じだと、もう、こう生きててそんなに肺炎ってならないのに、高熱で肺炎になるとかね。なっちゃうんだよ。うん。なんかね、そういうのもね、ある程度のところでね、自分の、なんかこう、適性をね、見極めることは大事かなって思ったりしました。ということでですね、本日も結局なんだかんだって喋っちゃったな。まあ、今日は58分29。また今日30分でとか思ったのにまた1時間喋っちゃったよ。ということで本日もご視聴ありがとうございました。